はい、おはようございます。西村店長です。はい、なんで今日動画が上がってるかというと、この間あげた京店長さんの、あんだけランチランチランチって言っててどうしても食べたくて別日にちょっと来ちゃいましたその言ってた肉吸うどん、あれ頭から離れなくなって、やっぱそうすよね。そう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 。で、まあちょっと今日ね用事でこっちの方に出ることがあって、これはチャンスということで、京店頭さん再びやってまいりました。ダイエット企画も終わりましたし、そう終わりました今日はいっぱい食べられるんで、ちょっとそのランチをね紹介したいと思うので行ってみたいと思います。行ってきます。はい、中入ってきました。まあ前も出したんですけど、こちら、見て見て見て、もうメニューはいっぱいあるんですけど、もう決まってますね。決まってますねということで、こちら肉吸うどん定食をお願いしたいと思います。はい、ということでですね、やってきました。じゃじゃん、肉吸いうどんでございます。あの方だしで、はい、やっております。めちゃめちゃもう匂いからしてめちゃめちゃうまそう。やばいっすねもう食べる前から美味しいって言うときます行ってみますか。はい、はい、ではですね、いただいていきたいと思います。まあ、うどんと、まあ、こういうねちょっとしたね引き出しみたいな感じだから 1,2,3,4,5,5 種類ご飯も約5種類。まずこれがあの言ってたしゃぶしゃぶのお出汁でうどんのお出汁いただきたいと思います。はい、うまかねめっちゃやっぱ美味しい。ブリちゃん美味しいです。最高です ねしゃぶしゃぶのお出汁ですもん ね美味しい。そう、しゃぶしゃぶ美味しいですめっちゃ美味しいです。夜はしゃぶしゃぶ、これでしゃぶしゃぶやったら、はい、リーズナブルで、ね、うん、いや、それと僕はこれはめちゃめちゃ美味しくて嬉しいんですけど、いてご飯もついている白ご飯ダイエット企画明けなんで、結構食べられると思います。炭水化物ね。そうそうそう、炭水化物、炭水化物、うん、ね、まあヨッシーも今一緒のもん頼んでるんですけども、はい、ちょっとここからは、カメラを込めて堪能します。堪能したいと思います。いただきます。はい、めちゃめちゃ美味しくいただいてるんですけども、もうちょっとうどんは食べちゃったんですけど、はい、だけどここからこの肉吸うどんの通な食べ方らしくて、ご飯が少し残ってそれを最後にこのお出汁に入れると。最高です。これ絶対美味しいよね。こう入れて一緒にこのご飯をいただくと。なるほど。いただきます。うわ、めっちゃ、美味しい。もう出汁が絡むでしょ。うん、めっちゃ出汁が絡んで、本当に。絶対美味しいやつや。うん、めっちゃ美味しい。だから、先にご飯全部食べると、これができなくなるんで、少し残しておいて、最後お出汁で締めると。そうやね。そう。もう一口言ってください。いやこれはちょっと待って、いくらでもいけそうで。汁を吸わせて、の。一緒に。うまっ、ダメそうね、この前締めそうめんでしたもんね。あ、そうそうそう、そうやさ、うん、ご飯とも合うんやね。めっちゃうまいし、皆さんぜひぜひ。で、これが800円ですよね。安いっすよね。ね、で、今ちょっとお昼時に来させていただいたんですけども、もう結構ね、待ってはる状態で、そうですね、ね、結構流行ってますね。すでに満席で、ね、カメラ回しの場合じゃないんで、そうですね、早く食べて、あ、早く食べて、早く出るんで、はい、もう皆様もぜひぜひこちらお越しください。よろしくお願いします。
お待たせした。見てもうね、だし一滴も残って、全部飲みました。全部飲む、もうまだ足りひんぐらい。うん、そうだから今度水筒にこれ入れて持ち歩こう。いいですね。でね、ちょっとさっき見てて、そうっすよね、気づいたんですけど、ランチメニューね、ここここここ、ご飯と汁物おかわり10ね。ということは、ということは、ちょっと頼んでみて。これ汁物やね。そうですね。これ汁だけいけるのかな、うん、これおかわりいけるのかな。結構無謀な。大将、これ汁物おかわり10なんですか。10です。これ汁物に入るんですか。無理でした。じゃあもう一人前頼んだら出てくる。そらそうや。そういうことですね。で、ね、100円であとコーヒーとかもあるんで、あるんです ね、はい、ランチ1000円以内で収まります。あの、ね、お出汁で作ったコーヒー、お出汁で作った方がいい。でももったいない。ということなんですね、はい、なので皆さんぜひぜひお昼食べに行きたい方は、京店舗さんのランチメニューでお楽しみください。